はい、今日はね、沖縄の訛りで喋ってみましょうね。日本語やりました、英語もやりました。いや、英語は本当はやりたいけど、英語やりたいけど、もともとカルテは沖縄のものですからね。沖縄のもので、沖縄の方言でやるって言ったら、僕は沖縄の方言あんまり知らないからね。沖縄のこの訛りだけ、イントネーションだけね、訛りだけ入れてやってみましょうね。軸立ててね、この鎖骨、親指小指で捕まえてね、はい、まっすぐ下ろしながら口から息吐いて、上げながら鼻から吸ってね、口から吐いて、鼻から吸って、あ、この手首捕まえてね、親指小指でね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、この反対ね、同じようにね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここから肩甲骨ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対ね、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、今度は後ろで手つないでね、肩甲骨を絞ったまま、そのままにしてね、手だけ離して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、こうなって首だけ曲げて、これくっつけてね、肘前に引っ張りながら息吐いて、口から吸って、吸いたい時自由に吸ってね、これ僕に息の長さ合わせるわけいかないのは、みんな違うからね、息の長さが、吸いたい時自由にあるしてね、はい、今度反対いきますよ、はい、吸いたい時はこんな人戻してね、ちょっと戻しながら吸って吐いて、はい、OK、 はい、今度肘重ねて腕立てて、腕のこの形はもう、そのままでね、上に上げながら息吐いて、この時肩甲骨は背中から剥がれるイメージやってね、剥がれるイメージやったらもっと上、これ上上がりますからね、はい、OK、 今こんなでしたから、この反対ね、こんな反対、同じように腕立てて、まっすぐ上に上げながら息を吐きます、肩甲骨剥がれるイメージあって、もっと上がりよったでしょ、はい、今度は指先まで伸ばして、すぐ力抜いて、こなして握らないでね、力抜くだけ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これなんでこんな握らなくていいかというと、握る動きはいつもやってるでしょ、買い物行った時、自分の荷物持つ時、
握るのはいつでもやってるからね、今度は握らない反対にね、こればっかりやりましょうってことね、運動わざとやる普段やってない動きをねやりましょうってこと。4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK。このこっちストレッチね。息吐いて。吸って。どれも同じね。どのストレッチも。吸うときはちょっと戻しながら吸ってね。はい、大きく吸って。長く吐いて。はい、OK。反対ね。大きく吸って、長く吐いて。はい、OK。今度はこれねじります。この手首をね、ねじりますよ。ねじりながら息吐いてね。これ引っ掛けて、これ押してね。これ同時にやったら、簡単にねじれますからね。はい、次これ回して、このねじりながら下に下ろします。息吐きながらね、それは同じね。はい、OK。 反対ね。はい、次下にねじながら下ろします。はい、OK。 今度は真ん中のね、真ん中というか体の中心の運動ね、首、胸、腰、これ3つに分けてますよ。3つに分けてます、背骨をね。首からね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これ頭立てたまま前と後ろにね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これできるだけ立てたまま今度横ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、こんなして倒すのとこんなやるのと意味が違いますからね。この回して1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、この胸ね、1、2、最後にこれカチンでからこんなする感じね。この横もやりますけど、回すときもこんなね、背骨カチンで回す感じね。前前後だからね、今これね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、横ね、1、2、
三、四、五、六、七、八、九、十。はい、今のまま回して。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。反対。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。はい、この腰ね。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。横ね。一、三、四、五、六、七、八、九、十。はい、この回して。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。反対ね。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。はい、この足の指ね。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。横ね。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。はい、反対。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。はい、この後ろね。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。これ毎回言うんですけど、この運動はもともとの五十流の昔からやってるこの運動ですからね。僕は小学校の時に初めて道場行った時にこれ習いましたけどね。懐かしい動きはこれだけ残ってますけどね、唯一ね。はい、ここから先は股関節の深くこれ運動するあれになってますから、軸立ててずっと口から息を吐き続けますよ。ずっと吐き続けます。ずっと吐くためにはいつかは吸わないといけない。いや、何回も何回も吸わないといけない。それは自分のタイミングでやってください。はい、みんな長さが違うからね、息の長さがね。自分のタイミングで吸って、吸って吐いて、吸って吐いて、自分のタイミングでやりますけど、これ聞いたことある人、またいない人もいると思うから、もう一回ね。口の中でベロね、ベロは上に上げたり下ろしたりしてやってくださいね。吸ったり吐いたりは、これで吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、ね、長く吐いて、短く吸って吐いて、吸って吐いてってやってくださいね。口をこれやったら血圧が上がったりするからね。ベロで口が開いてれば少しは口からも入るっていうことで、血圧があんまりあれしないっていう風に習いました、僕は。やってください。だからね、ベロでやって、三鎮のあれの時も同じですからね、やり方はね。今特に三鎮の時の話ですよ。血圧云々の話はね、純分度にもそれも同じようにやれば体に染みつきますから、やってくださいね。はい、軸立てて、軸を下に突き刺していくイメージで重心を落としていきます。まずはかかとつけて、常に息吐きます、口からね。はい、次かかと上げて膝をつけます。それでさらに落としますよ。さらに落としながら息吐いて、はい、次前の足たたんで
畳むというか倒すというかね、やってください。はい、この時に軸はあっちに行ったり、後ろに行く人はいないけど、横にね、こっちに行ってると思いますから、お尻をつけるためには、これお尻つけないとダメですよ。お尻つけるためには軸がこっちに寝てしまう人がほとんどだと思います。これを軸を立てる、立てます、できる限り。これいきなりはできませんよ。いきなりはでき、いや当然いきなりできる方もいると思います。いきなりできるぐらいのレベルの人は多分これ見てないと思いますよ。いきなりそう思います僕は。これを立てながら、軸立てながら、これを後ろにやる、腰の骨をこれ前にやる、当然息は吐きっぱなしね。これを全部同時にやってください。はい、やって、はい、次、体上体前に倒します。この時背中丸める必要ありませんよ。背中丸めると股関節の運動に、運動からかけ離れてしまうからね。股関節の、あくまで僕最初に言いましたね、股関節の運動ですからね。背中、背筋伸ばしてたら股関節に効いてきますでしょ。はい、次ね、上体を後ろにこんな感じで回して、こんな感じで息吐きながらね、息はいつも吐いていて、はい、次ね、次はこの伸びてた足を曲げて、こっち伸ばして、はい、これねじりますよ、上体をねじります。口から吐きながらねじって、これただねじるストレッチをやりたいだけじゃなくて、股関節をこれね、やったのをこれでやったら落ち着くでしょ。はい、反対いきますよ。まずはかかとつけてね、はい、軸を下に突き刺していくイメージで重心を落とします。吐きながらね、はい、次かかと上げて膝つけて、もっと落とします、もっと落とす。はい、次前足寝かして、前足寝かしてからの、あれはさっきと同じね。もう一回言います。軸を立てる、これを後ろに引っ張る、腰のこっちの骨を前にやるね。あと息はいつも吐きながら言いました。これを全部同時にやってください。はい、やって、はい、次ね、上体前に倒しながら、倒しながら何するか、息を吐くって言おうとしたけど、いつも吐いてますよね、息はね。はい、やって、背中丸めないようにしてやって、はい、次上体を後ろに回して、この感じでね、この感じでやって、
はい、オッケー。じゃあこの伸びてる足を曲げて、足入れ替えてね、はい、ねじります。口から吐きながらね、はい。そしたら最初に戻って、最初に戻るこの股関節の運動の最初ね、はい。まずはかかとつけてっていうね、この最初の動きです。これで最初の動きは全く一緒、軸立てたまま下に倒し、差し込んでいく形で落とします。これ最初のまた一周するの、まあ、またやるんですかって、そうじゃない、最初だけね、息吐きながら、はい。次かかと上げて膝ついて、ここから変わります。この反動をつけてね、やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これから運動するのでね、運動する前は本当はこの反動をつける胴のストレッチ、こっちの方が本当はいいんですけどね、最初からね。息吐きながらゆっくりやる。この前にやった動きは正のストレッチね。正のストレッチはあれは年配の人とか、まあ、僕も年配クラスですからね、あれをやった方が体のためにいい。だけどこれから運動するから、この胴のストレッチをちょっとやります、取り入れてます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい。今度前倒して、前倒したらちょっと ここ股関節ですからね、あくまでこの運動はね、股関節のエクササイズですからね。股関節がちょうどこっちですよ、こっちじゃなくてこっちね、曲げてる方、これがちょうど気持ちいい、痛気持ちいいところがね、一番いいポジションなんで、それを痛気持ちいいところを探してください。探す、はい、探して、はい。人によってこうなのか、体の柔らかさによって変わってきますから、これはね、はい。探しましたかね、探しましたね、はい。いきます、反動つけて1。これさっきお尻つけるって言いましたけど、これ浮いてないと、これ反動、この反動のつける動きはできませんから、わざと若干浮かしてやってもいいし、あんまり柔らかい人はもういくらやっても反動つかないので、少し前に倒しね、前に倒すとちょっと浮くでしょ、浮きながらこの反動をあれしてやってくださいね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 反対ね、全く同じね。まずはかかとつけて、軸を差し込んでいきながら、息を吐きながらやってください。はい、今度かかと上げて膝ついて、ここから反動つけますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい。この前の足倒して、ちょっと痛気持ちいいところね、探してください。はい、見つけましたね、もうね。はい、じゃあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK。 はい、そしたら今度正座からね、正座からやっていきますよ。この正座の状態からつま先を広げます。
股関節広げます。股関節できるだけ開いて、できるだけ開いたら今度お尻をバウンドするね。さっきと同じね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度はお腹をねじって、お腹ねじって、このあくまでこれ股関節の運動ですからね。股関節に効いてくる感じで、感じでこのねじってやって。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、このさっきと同じね。はい、もう一回バウンドして。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。これで終わりなんで、これ前にこんな人倒して、スタンドがあるからね。はい。OK。じゃあ次、このもう一回さっきのねじる動きね。はい、息吐きながら。股関節を戻さないといけないからね。はい、反対。戻すというのは、柔らかくしたのを硬くするっていう意味じゃなくてね。やった後戻した方が落ち着くでしょ。はい。開けたり閉じたりして、足の指ね。1、2、3、5、6、7、8、9、10。はい、今度違わしてね。左と右違わしてやって。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 はい、今度はね、足首ね。足首があれするときに、この親指小指、最初にもやりましたけどね、これで足首カチンでね、このくるぶしの、くるぶしのところね、これで挟んで、他の3本指、間の3本指を支える形で、このカチンでね、今度、つま先の方ね、つま先の親指小指の付け根の方ね、親指小指で挟んでね、残りの3本はこれ、カチン見てからこれ回してね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、反対ね。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対ね。これ何やってるかっていうと、足首の運動やってるだけじゃなくて、股関節ね、股関節に効いてくるために、親指小指で この両方を挟んで歩してますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。 はい、このお尻で歩いてね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、後ろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、まあ、プランクね、30秒ごとに反対に荒らしていきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9。
30、後ろね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、この横ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。反対ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、この腹筋ね、腹筋これはあの3種類ありますけど、まあそんなに変わらないけどやってみますよ。両手ついてへそ見る、へそ見るね。2番目、膝と肘をクロス、クロスね、ぶつけないように気をつけてください。クロスですよ、クロスね、ぶつけないように。3つ目、これにももに手を置いてね、腹筋でこすってください。こんなしたら意味ありませんからね。これを常に伸ばすのがポイント。伸ばしとけばこのやってインチキやれないからね、腹筋でやるしかなくなりますからね。やってもいいけど自分に嘘つくことになりますからね。はい、伸ばして腹筋でこすって、ちょっとでいい、ちょっとでいいですからね。どの動きもちょっとでいいんですよ、動きはね。はい、やっていきますよ。この3つを 2周ね、やりますよ。はい、用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、クロス。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、腕伸ばして、1、2、4、5、6、7、8、9、10、はい、最初に戻る。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、クロス。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、腕伸ばして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK。 はい、そしたら腹筋伸ばしてね、腹筋伸ばして、あのストレッチやってください。これあの腹筋運動の後は、まあ、どの筋トレもそうですけど、筋トレの後はちゃんと伸ばしてください。僕のあの動きは全部そうなってますでしょ。こんなしてね、これやった後はちゃんとこう伸ばしてましたでしょ。こんなあのこれ体全体でね、ゴロ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 回ってきますよ。できるだけ早く回ってください。できるだけ早くね。で、部屋が狭い人は、これは畳2畳ぐらいしかない人は、こんなやってね、
やってください。僕のとこぐらい広い人はあっちまで行って戻ってきたらいい、 いいしね。はい、用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これはあの遊んでるわけじゃなくてね、楽しい人はあんまりいないかもしれないけど、これはあの車酔いとか船酔いとかそういうのしないようにね、もうなるし、自分のバランスをね、バランス感覚を養う意味でもあるし、そのための三半規管をね強引に鍛えてます。部屋が広い人はやってくださいね。あのやりやすいと思うんで、狭い人はちょっと難しいかもしれないね。広いとこ行ってあるして水飲んで、あ、最後スクワットね。スクワット、この手の形をしっかり作って、こうなのかこうなのか、手は2つの形、これかこれしかありません。ほとんどがこれ、一瞬だけこれになってまた戻ったらこれね、ほとんどこれね、手の形は。で、降りているときは肩甲骨を準備運動でこんな下みたいにね、こんな下みたいな肩甲骨にやって、この下に降りてるときは肩甲骨絞るね。で、腰、お尻はできるだけ後ろにやらないとこの姿勢は保つことできませんからね。できない何かっていうと、このつま先に壁がある感じにイメージしてくださいね。つま先に 壁があるイメージ、実際にあの壁でつま先をつけて、壁につけて、これやるのが本当の、本当のというか、まあ初歩的なねスクワットですからね。暇な時やってください。これはもう離れてるやってる、これつま先に壁が立ってるイメージだけやって持ってやってますけど、これはね、これはまあ中級以上、まあ初級以外はもう壁から離れてやりますよ。はい、いきます。1、2、3、4、5、説明なしでやってます。5秒かけてこの姿勢を作る、スタンバイの姿勢、ここからが本当のスタートです。ここから30秒ね。で、10秒ごとにさっき言ったこの形をやってから戻るっていう、このね、この速い動きを挟んでいきます。今もう立ち上がっていると思います。もう一回最初からやります。こう降りてから30秒ございます。10秒ごとに、10秒ごとにやって終わりね。30秒やりますよ、一緒に。はい、1、2、3、4、5。はい、あの肩甲骨絞る、手は後ろに強く曲げる、腰は後ろに引っ張る。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よっしゃー。はい、背中伸ばして、さっき言いましたね、筋トレの後は必ず伸ばしないと、伸ばしましょうね。はい、
背中伸ばして、このもも、もももあるもの伸ばして、もものあるもの、ね。今日は、これまでね、どんなでしたかね、今日はね。沖縄の、うちのアムニーっていう形でやりましたけど、うちのアムニーっていうよりは、うちのなまり、なまりだけね、僕の場合は方言の単語はあんまりわからないから、なまり、イントネーション語だけね、やってみましたけど、このぐらいだったらできますけど、まあ、もともと沖縄のものですから、空手は。どうでしたかね、これ。英語か日本語しかないから、何かないかなと思ったら、沖縄の訛りがありましたね。それが本当は一番いいんですけどね。空手ですから。まあ、言葉はあんまり関係ないのかもしれないね、空手の動きに関しては。ただあのところどころ喋ってるところは沖縄の訛りの方が本当は僕は落ち着くんですけどね。やってる、やってる分には一番これリラックスやってる感じですよ。僕は説明やっててね、説明やってて聞いてる方、聞いてるは分からないかも分からない。面白いでしょ。やってるとか分からないとか同じことばっかり言ってるけど意味が違うっていうね。やってる方はこれ相当楽しいんですよ。やってる方はね、同じことを繰り返して。ちょっとお水飲んでいいですか。お水ね。まあこればっかり何も喋っても意味がわからない人にね、意味がわからないままでしょうけどね。じゃあそういうことで、準備運動はこれまでね、沖縄の言葉のちょっとお話あれしましたけど、またいろんな、まあ英語に戻るんでしょうね、またね。英語もちょっとあれしないとね、またちょっとグレード上げないといけないけど、ちょっと今のところは同じことばっかり繰り返してる感じですね。同じことばっかり繰り返せば良くなるのかもしわからないけど、良くなるかもわからない、良くなるかどうかもわからないっていうことかもわかりませんね、これ言葉の意味はね。よくわからないかもわからないね、知らない人は。じゃあそういうことで、どうもありがとう。